どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、タイムスクエアのね、本当にど真ん中におります。で、辺りはね、こんな感じで、タイムスクエアのね、ど真ん中に、いるわけなんですけども、本日はね、ビッグアップルパスっていう、ニューヨークのね、観光スポットを、選んでね、チケットを購入することができるまとめチケットみたいなものがあるんですよね。で、今日はですね、そちらの引き換え場所、今回ね、このビッグアップルパスをね、私が今回利用して、ニューヨークに来たわけなんですけども、とても引き換え場所が分かりづらい。このビッグアップルパスはですね、ニューヨークシティパスと違って、ニューヨークに着いてから、各チケットの、ね、引き換えが必要なんですよね。で、この引き換え場所がちょうどこのタイムズスクエアにあるということですんで、今回ねその場所を、ね、詳しく、解説できたらなと思っております。まずですね、ニューヨークに、着いて初日に、ほとんどの方が来られると思うんですけども、まずねこのニューヨークの、タイムズスクエアに来てください。で、目印としては、こちらですね。ニューヨークといえばタイムズスクエアといえばって言えばいいですかね、こちらの赤い階段が、一番ね目印になるかと思います。それではねここから実際にその引き換え場所に、行ってみたいと思いますんで、ぜひね、周りのお店等々をね覚えていただいて行けるようにねしとくと、このニューヨーク観光もね、かなり、楽になると思いますんで、実際にね行ってみたいと思います。とりあえず、タイムスクエアのね駅に着いたらとりあえずこの赤い階段もしくは、TKTS の看板をね、ぜひ、目印に、ね、して来ていただければなと思います。それではね実際に行ってみましょう。それではね実際に行きたいと思います。ちょうど今私の後ろに赤い階段があるっていう感じですね。 TKTS と赤い階段が後ろにあります。まずねまっすぐ進んでいただいて、こちらのタイムスクエアの銅像ですね、こちらを左側に行きます。そうするとですね、ギフトショップ等々がね奥にありますね。で左側には、こんな感じでお店があります。でこちらを渡っていきます。ではねここで、チェックしていただきたいのはちょっとね見づらくなってますけども、ウエスト46という、表記がありますね。こちらをそのままウエスト46丁目沿いに行きます。こっち側ですね。でこちらの屋台とかこういうのはですね、正直、日によって変わりますんで、屋台は出てると思いますけども、あんまりね、当てにしないようにしてください。どちらかというと、この左側のお店ですね、もしくは、右側のお店ですね。で残念ながらですねこれっていうものがですね、もうちょっと行くとですね見える、フライデーズぐらいしかない、目印がありませんので、フライデーズをね、目印に行かれるといいんですけども、ちょっとねこの歩いてるところはねあんまり目印がないので、気をつけてくださいね。それではフライデーズが見えてきましたね。でこちらフライデーズを目印に歩いてきてください。で反対側にはねこんな感じでお店が広がっております。まあここら辺もね一つね、目印になるんですけども、まあ、あんまりねニューヨークでは結構ありがちっていう感じの街並みなんでちょっと難しいかもしれないんですけども、こんな感じとなっております。じゃあ引き換え場所はどこかというとこちらなんですね。1号 E ウエスト46ストリート、こちらの建物で引き換えという感じになります。それでは行ってみます。
それではね、中に入ってきました。で、エレベーターで10階に行きます。あ、来ましたね。ではエレベーター入ってきました。そのまま10階に行きましょう。それではね、10階に着きました。それではね、引き換え場所に着きました。見てください、こんな感じです。分かっていただけたと思うんですけども、入り口、そしてこの10階に着いたね、この引き換え場所、全てにおいて、ビッグアップルパスの表示はね、一つもないんですよね。いや、これは非常に分かりづらいですよね。この中に入ると、まあ、オープンスペースみたいになっていて、まあ、そこでね、引き換えるっていう感じなんですけども、こちらね、この看板およびこの看板ですね、こちらを確実に押さえてね、来るようにしてください。いかがだったでしょうか。今回は、ビッグアップルパスの、引き換え場所を今回ね、紹介させていただきましたけども、かなり難易度が高いです。分かりづらいです。このビッグアップルパスをね、使用する方はまあ確実に最初の方にね、ここに来ると思いますので、ぜひね、参考にしていただければなと思います。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。